海老沢氏は、日本の氏族。日立国茨城郡、海老沢ワより起こり、海老沢城を拠点とする。家門は丸に、県辺区へ、左三つどもへ。他に丸につ田など。本性や来歴は、必ずしも明らかでないが、主に、日立守護大江戸市の悲観たる国人領主としてその、自責が確認され、中郷地に175巻を領する武将として、海老沢土佐の名が見える。 この海老沢土佐については、日立守護職、佐竹義盛の死後、その後継者となりうる男子が一門のうちにありながら、上杉氏より義人を婿としたことを契機に、日立源氏の血脈にこだわる山入氏らが挙編した際、山入方型についた江戸氏の手勢の中その名が見え、明王九年、山入氏義。 吉森親子に呼応する形で挙兵した、江戸田島守の配下として、数百騎を率いた武将の中に、平野要、富永島、兵庫、船橋家門、兵庫、山田賢物、斎藤明の名とともに、海老沢土佐の名が確認される。また、日立国公明寺の胸札には、海老沢市民部中なる字が見え、 天正16年5月2日の古間に、海老沢壇上中の名が確認される。さらに、下屋国高田先州寺生人院信上に、海老沢大学児童の名が見え、その子孫は、高田山の林村三谷村及び猛火にあるという。また、品濃国にも、海老沢氏市なる一族があるとされる。なお、日立国の海老沢氏市については、 戦国期以降も子孫はそのまま日立国に土着したと見られ、江戸時代には、獅子戸藩の家臣または、水戸藩の領民としてその名が見える。ありがとうございます。